霊感診察室。広島県尾道市の離島、百島は人口600人ほどの過疎地である。先日までは無依存だったが、この春から島の診療所が再開された。やっと医師が見つかったのである。大都会から来るその医師は、30歳前の独身、イケメンという噂なので、島の裏若き女性は、医師の来るのを今か今かと待ちわびている状態である。看護師は島に移住のふーちゃん。まだ65を超えたばかりの独身女性と決まった。さてさて、春もうららの再会当日、島民たちは杖をつきつき、わんさかとやってきた。若いイケメン医師は、張り切るしかなかった。はーい、次の方どうぞ。あら、山浦の三木姉さんじゃないの。これまたどうしたっていうの。お腹でも壊したの。はいはい、沖浦のくんちゃん張り切っとるな。大きな声が思った。材質に筒抜けで聞こえておるぞ。まあ、しゃあないか。こんな和光って、ハンサムな先生と一緒にいられりゃ、ついつい気持ちも雲の上にじゃろ。ハンサムは古いなあ。言うなら今風にイケメン。あ、おふざりさん。診療所は世間話のために開いているのではありませんよ。さあさあ、患者さんはここへ座って。で、一体どうされました？それがのう、イケメンさんよ。三木姉さん、こういう場合、先生って言うんでしょ？こんな可愛い坊やを先生って呼ぶんかいの。まあ、ええか。じゃあの、坊や先生よ。最近ぐっすり眠れんのじゃ。それというのも、夜中に家の裏にあう、大声で歌を歌うやつがいるのよ。よーく見たら、それはの、どうも幽霊らしいんじゃ。うん。わしは霊感の強い方でな。こんな現象は若い頃が良かったんじゃが、最近は毎日続いとるんや。はいはい。それで寝不足に陥ったというわけですね。はい。では、よく眠れる薬を出すようにしましょう。あれ？坊や先生はわしが幻覚か何かを見たとでも持ってなさったるのかの？それなら、一晩うちに泊まって、その幽霊を見てみたらどうかの？そういう霊感がないとこの島じゃ生きていけんで。何枚だ。まずは信仰心がないとの。なるほど、なるほど。でもね、おばあちゃん。誰がおばあちゃんじゃ。
六時で起こしても、わしはまだ嫁入り前の大福娘だぞ。ここ、診療所へ来る前に、三箇所行ってほしいところがありますよ。まず警察。夜中に家の裏道で歌っているのは誰なのか、確かめてみましょうよ。次に司書。ここで担当の人にその人の住所、電話番号を調べてもらってください。そしてそれでも幽霊と思うのなら、尾道の裁判所で物事の判決をつけてみましょうよ。それでダメなら、尾道の私立総合病院ですな。そんなことがはっきりしてくると夜はぐっすり眠れますよ。薬なんていりません。はい。坊や先生はまだまだ若いの。なもあみだ。まだまだ進行しがた。あのよ、信じられんとみえ。死んだらみんな天国か地獄へ行ってしまう。幽霊はそのどっちにも行けん者たちなのよ。はい、そうです、そうです。人間は死んだらあの世とかへ行くらしいですね。はい。お薬出すようにしておきました。まずはお大事に。さあ、次の患者さん呼んでください、看護師さん。あらら、三木姉さん、元気そうにぴょんぴょん跳ねて帰っていって。でね、先生、山裏の三木姉さん。本当に久しぶりなんですよ、会うのが。少しアルツの症状が出てきていますね。いや、そうじゃなくって、三木姉さん、一昨年の春に亡くなっているんですよ。私、ちゃんと葬儀にも出たし。まさか。次の日、イケメン医師は島から抜け出し、尾道の私立総合病院に入院したということです。天国からこの世へ散歩に来た三木ばあちゃんも、なかなかいたずら者ですね。ほんと困ったもんだ。